皆さんこんにちは、ドイちゃんです。今回のビデオは最近ね、冬になって結構寒いと思うんですよ。結構で、例年より寒いですよね。今年の冬ってどうですかね。コロナウイルスの関係で体調を崩さないようにと、注意しなきゃいけない、昨今ですが、今回の動画はですね、冬のライドに関して、夏のライドと違ってどんな準備をすべきなのか、こちらをですね、皆さんに簡単に紹介していきたいと思います。それでは見ていきましょう。一つ目はですね、これタイヤです。皆さん普段どれぐらいの太さのタイヤを履いてますかね。これね、だいたい23とか25だと思うんですけど、23を履いてる方は特にね、注意してとか注目してほしいなというポイントなんですけど、冬って寒さによってタイヤがですね、そのタイヤのゴムの部分がちょっとね硬くなったりするわけですよ。その硬くなることによって本来のグリップ感を得られないと。でここでちょっとだけね、アドバンテージをね前もって得といてほしいという思いでね、皆さんにお話ししてきますけど、 23C を履いてる方は25、28に、ちょっとねワイドなタイヤに交換しておくと。これで普段の 23C のグリップ感で満足している方が25、28を履いた時のこの安心感半端なくありますんで、これまずねタイヤを太めのものにチェンジしていただくということを、まずね冬のライドをおすすめさせていただくということですね。タイヤって例えばゴムが硬くなりますよね。そうすると本来ブレーキかけてこうタイヤがこうギュッと潰れて路面に張り付くように、潰れた時のそのタイヤのその実際の本来夏の時の暖かい時の動きと冬の寒い時の動きではこのねもう微妙な差があるわけですよ。これで普段はねそのいつものブレーキングではスリップしないのに、冬の寒い時だとなんかスリップする感じがするなと。これ路面凍ってたら全然話が違うんですけど、そういうね、タイヤの性能の違いがですね、夏のライドと冬のライドで出てきたりしますので、これタイヤのね太さをこうやって上げとくことによって、さっきも言いましたけど少しだけね前もってこう準備してアドバンテージを得とくことによって、冬のライドってやっぱ寒いんで肩がこうなってね、こう体の動きも硬くなってこう、もうそれだけでねストレスあると思うんですね。でそれプラス、あ、これちゃんとタイヤグリップするのかなとか、そういう心配を少しでもね、取り除いていくということがまず大事だということで、タイヤのね、チェンジ、タイヤのワイド化をねお勧めさせていただきたいと思います。これプラスアルファで僕からちょっとスパイスをね加えるとしたら、タイヤってやっぱり硬くなるんで冬はね、その硬くなるとも実際に完全に硬くなるってことはないんですけど、要は本来のその収縮の動きが得られてないと冬はね。でこれを得るために、普段皆さん例えば7気圧入れてる人がいたとしたら、空気圧を 0.1 気圧 0.2 気圧普段よりも下げておくということを、これまず最後僕の完全なスパイスとして皆さんに伝授させていただきたいというふうに思います。ぜひ試してみてください。冬のライドだから、パンクを、多めにするなんてことは全くなくて、実際に僕が言いたいのはですね、例えば人気のいないところに行って、チューブがないと、もう使い切ってスペアチューブがない状態でパンクしてしまって、例えば次のじゃあ車が来るまでちょっと助けを待たなきゃいけないとか、あとは携帯の電波がないところでパンクをしてしまってね、もう途方に暮れてしまわなきゃいけない、凍えなきゃいけないような状況に皆さんにはね陥ってほしくないと。普段よりも、ロングライド行くときはね、特にチューブの本数をですね結構多めに携帯して、ありとあらゆる、トラブルに備えておくということが大事ですね。でそれとですね、冬はミニポンプで空気入れた方が体が温まるんでいいと思うんですけど、その汗かいた状態で、タイヤのパンク修理する際にもう一瞬でチューブを取り外して交換して走り出せるように CO2 ボンベ、やはりね便利です。でリペアする時の時間もね、大体僕だったら結構時間かかったとしても、3分半とか4分ぐらいで、できたりするんで、慣れればね結構使いやすいこの CO2 ボンベを、携帯しておくことをですね、おすすめしたいと思います。ミニポンププラス
CO2 ボンベをね2本ぐらい、携帯しておくとすごく安心して冬のライド出かけられると思いますので、ぜひ、準備よろしくお願いいたします。3つ目、これね、ここまでタイヤのグリップとかあとはチューブの話もしましたけど、冬のライドでロングライドする時のライドルートを引く時の注意点ですね。東京都内でぐるぐる走るだけの人って、結構いると思うんですけど、その他に例えばこれすいませんね、関東でお話しさせていただきますけど、例えば奥多摩の周遊道路行ったりとか、山の方にね走りに行く時、こうポツリポツリとしか売店がなかったりとか、その売店すら空いてるかどうかわからない、こういう状況ってあると思うんですね。で、必ずライドのルートを引くときに、1時間に1回、30分に1回程度、お店がある場所を必ず把握した上で、ライドルートを引くということがですね、例えばもうお腹が空いてもう走れないとか、あとは何かトラブルがあったときに、その暖かいところで待機するスペースを確保するということが、やはりこの寒い冬のライドにおいてはすごく大事になります。普通に走っているだけでも体温を維持するだけで、体はですね大きなエネルギーを消費しています。なので、夏のライドのね、やっぱ炎天下の中、もちろんこれは同じようなことが言えるんですが、特にですね冬のライドでその寒さってもうなんかどうしようもないと思うんですね。夏だったら例えば川に飛び込んだりとかいろいろできると思うんですけど、冬はもうやっぱりなんか火を焚いたりとか、なんかその体温を、維持するってすごく大変なことだと思いますんで、ライドのルートを引くときに、特に初心者の皆さんは、自分が必ず何かあったときにすぐこの駆け込める場所を、ライドのルート上に置いておくと、それを考えてルートを引くっていうことがとても大事になりますので、これサイクルコンピューターねを使いながら、和風のね、コンピューターでもいいですし、いろんなそのナビゲーションシステムを使いながら、ライドを楽しんでいただくということを、冬のライドは、特に、お勧めさせていただきたいと思います。次はですね、皆さん普通のライドの時、夏のライドもそうだと思うんですけど、ツールボックス、そして、サドルバッグ等をですね、バイクに装着して走る方いると思うんですが、このサドルバッグの大きさをですね、冬のライドはちょっとだけね大きめのものに変更してもらって、ここにですね何を入れるか、もちろんいろんなね、ものを、入れて走ってほしいんですけど、僕がですねもう最大限におすすめしたいのはこちらです。スペアのアンダーウェアですね。ドライのアンダーウェアを必ずこうサドルバッグにね1枚忍び込ませておくとめちゃくちゃいいです。先ほどねお話しした、ライドルートを引くときに泊まれる場所を必ずこう、設定した上で、ライドのプランを立ててくださいということをねお話ししましたけど、その泊まったときにちょっともう厚着しすぎてもう汗ダクダクになっちゃったとかいうときに何が起きるか、これね汗が冷えたときの寒さたるや、これだけはねもうね本当に僕はもう長年ね冬の間オフトレーニングとかしてて、うわ寒くて本当嫌だなみたいな、泊まるのが嫌だなっていう思いをねしたことが本当にたくさんあって、皆さんにはねそういう思いをしてほしくないという気持ちでアドバイスさせていただきますが、こちらの、冬用のアンダーウェア、カステリからもねすごく高性能のものが出ておりますが、暖かいものをですね、サドルバッグに1枚、忍び込ませておくと、でプラスアルファでこういったですね薄手のゴアテックスのねベストとかもね携帯、サドルバッグにちょっとね忍び込ませておくとかなり役に立ちます。これなんかねもうめちゃくちゃちっちゃくなるんでもう余裕で入ります。なのでこういうものをね、携帯しておくと、その休憩した時のストレスとかもなくて、走り出す時の寒さとかにもね凍える、心配することもないということで、このアンダーシャツ携帯することをお勧めさせていただきます。最後ね、ライト類です。
ライトリーは、まあ、あの冬はですね、夏に比べるとその明るい時間帯がなあの少ないので、まあ、暗くなるのも早いし、まあ、明るくなっていく時間もあの割と遅いと、まあ、6時過ぎぐらいからちょっとずつ明るくなっていくみたいな感じだと思うんですけど、その分ねライトをつける時間が長いということで、まあ、普段よりも、まあ、大きめのライトを装着する、バッテリーが大きいものを装着することによって安心して暗い時間帯も、走っていただけるのかなというふうに思いますし、その暗い時間帯、まあ、車に対して自分をねしっかりと認識してもらうためにも大きめのライトで、まあ、しっかりと自分の周りを、まあ、照らしておくということが大事になりますね。でこれまあ for example なんですけど、こちら2つ2灯タイプのリアのね、LED のリフレクターみたいなものなんですけど、こちら1灯タイプで、これぐらいの違いがあるわけですよ。これだけで車がどれだけ認識できるかどうか、どれだけ遠くから認識できるかっていうことを考えるとね、もう必然的にこう、あ、大きめのライトの方が安全やなというふうに感じてもらえると思うんで、ぜひね、あの予算、課金してもらって大きめのね、リアのライト、そしてまあフロントのライト、うん、準備することをお勧めします。プラスアルファでサイクルコンピューター、そして携帯電話の電池がなくなったりとか、こういったねライト類の電池がなくなった時にしっかりと充電できるように簡易バッテリー、まあ、5000mAh ぐらいの、まあ、細長いね簡易バッテリー、あの Amazon とかで売ってますので、こういうものをですねツールボックスに1本忍び込ませておくだけで、どれだけ安心感が高まることか、まあね、お分かりいただけると思います。ぜひですねこういったライト類、そして簡易バッテリーをね装着して、もう万全の状態でこの寒い冬のライドをね、楽しんで、まあ、美味しい熱々のコーヒー飲んだりね、まあ熱々の何かうどんとかラーメンとかね、ライド中に食べるとめちゃくちゃ美味しいんで、まあ、そういうことも含めてね冬のライドを楽しんでほしいなというふうに思います。さて皆さんいかがだったでしょうか。今回のね、まあ、冬のライドに関するアドバイスだったんですが、ぜひですね皆さん今コロナウイルスで大変な時期なので、皆さんのですね体調、そして免疫をですね、まあ、下げないためにも今回僕がアドバイスしたことをですね、しっかりと、まあ、実践に移していただいて、まあ、安全なですね、冬のライドを楽しんでほしいなというふうに心から思います。皆さん体調にはね十分気をつけてください。よろしくお願いします。今回の動画もですね参考になったと思っていただけたら、ぜひともグッドボタン、そしてGCN ジャパンのですねチャンネル登録お願いいたします。それでは皆さん冬のライド体調には気をつけて、楽しんでいってきてください。次の動画でお会いしましょう。さようなら、バイバイ。